当に皆さんのご声援やご支援のおかげで、あの大会を開催していただいて、また良い結果を残すことができたと思っています。本当にあの皆様には感謝をしています。次パリに向けて、シングルス、ダブルスともに次は優勝できるように、これからも頑張っていきたいと思ってますので、これからも応援よろしくお願いします。このコロナの世界的な危機の中で、開催していただけたことは本当に嬉しく思っていますし、関係いただいた全ての方々に本当に厚く御礼を申し上げたいと思っています。結果としてはシングルス、ダブルス両方とも、金メダルを目指していたんですけども、それが届かなかったので、パリ大会に向けて、強化を図って、パリ大会では、全ての種目で金メダルを取れるように、改めて強化をしていきたいと思いますので、引き続き応援のほどよろしくお願いします。ありがとう。ありがとう。